こんにちは、エルです、えー、今日は4月の13日ですね。えー、今日も9時から5時まで、えー、休憩時間0分で、えー、頑張っていこうかなと思います。はい。そんな感じで、えー、っと、今日も,もう声はね、もう完全復活かな。昨日までちょっとまだかすれる感じがあったんですけど、今日はもう大丈夫そうということで、はい。あの安心しました。そんな感じで、えー、っと、じゃあですね、えー、っと昨日の 夜に上げた試合の動画ですね。準決勝の動画で、えー、マリカさんから、決勝頑張ってくださいということで、はい、あります。もう終わったんですけども、えっと、決勝の試合は、あの、明日の夜に上げようかなと思います。これで勝った方が福岡県の代表で、えー、バブラーオープンの全国大会に行ってきますということで、はい、えー、お楽しみにしていただければと思います。じゃ次、えっと、H マスさんから、八尋さんのミスと思われる失点がないのでは、すごいです。えー、レベルが違いますが、参考になりますので。 そうです、ね、僕のミス、まあ、僕もミスはもちろんしてると思うんですけど、そうですね、もう、あの、まあ、それこそ、その準決勝で戦った相手の子は、まあ、バンバン打ってくるタイプなんですけど、あ彼のボールがあれ、全部入ったら僕負けてて、えっと、彼のボールが失敗したら勝ってみたいな、まあ、僕は特に何も、普通通りで、向こうの調子次第という感じだったんで、はい、あのー、 爆発したら多分、すごい強い人にも勝つんじゃないかなっていうような感じでしたね。僕はどっちかったら、その、堅実に、うん、勝てる試合をこぼさないっていう方を、えー、考えてるんであの、参考にしていただければと思います。じゃあ次、ナインチェさんから、昨日の講義を踏まえて観戦できました。えー、危なげないとはこのことですね、ということで。はい、えっ、ー、と、おととい、あれですね、おとといの夜に上げた動画が、バコラー対、対バコラー対策みたいな動画で、 あの動画自体は、いつだったかな、まあ、?1 週間以上前に撮った動画なんですけど、はい。まあ、バコラ戦うときはこんな感じですよっていう試合が、まさに準決勝だったので、あの、他の方ももしバコラの方と当たる場合は、あ、こういう感じなんだなっていうのを参考にしていただければと思います。じゃあ次、松本さんから、えー、6-1ナイスゲーム。今回は安定した、八尋さんの土俵でした。決勝を楽しみにしていますけど、ね。 ありがとうございます。そうですね。まあ僕は本当、もうただ返してただけですよ。ただ、まあ自分が失敗しないように、自分のいいスコアを減らせるように考えてたので。決勝はね、あれですよ、あの、僕とタイプが一緒なんで、一緒なんですけど、僕よりもテクニックが上,上っていう感じですね。ミスらなさは一緒ぐらいなんですけど、向こうのがボレーとタッチ系のショットがういので、はい。まあどんな感じの試合かどうかは。 あの明日の夜楽しみにしていただければと思います <coughs> じゃあコワイオさんとドンさんが、えー、今回はコワイオさんの勝利ということで、はい、俺参上だおということで、えー、参上していただきました <coughs> <coughs> ドンさんがあの少し手,か手加減してやったでごわすということでドンシャキンですね今日の夜はどっちが早いかまた楽しみにしています、はい、これはのそかな楽しみですねあげた瞬間の あの怖いよさんとかもめっちゃ早いですから、パンもう上げたらパンみたいなコメント来ましたってなるんで、はい、そんな感じで、誰が速いか勝負していただければと思います。じゃあですね、あの、なぜ打ち方を変えたのすべてを捨てる覚悟をしたっていう結構前の動画に、いつだったかな ?3、4ヶ月前ぐらいの動画についたコメントで、コーチのしおちゃんっていう人が、えっと、関東で活動している55オーバーのコーチです。えー、久保建にすごいと思っています。 えー、テニス歴40年以上でフォアのイップス、え過、ー、去試合ボロボロはもちろん、急に生徒さんとラリーできなくなるのがつらいを5回以上経験、理解分からず回復。あ、理解分からずあ理解、理由分からず回復します、ね、現在もイップス発勝で3ヶ月目ですが、前腕ロックで回復に挑んでおります。本当崩れるときは怖いですからね。僕もあの、学生でバンバンやってた状態から <laughs>、あの、テニスコーチになったときに、 お客さんが打ちやすいにコントロールしないとと思った時にすごいこう。緊張してできなくなった時があったんですよね。なんかなんだろうな。今までは言ったら何も考えずに100%バンバン触れる。振ればよかったのがコントロールしないといけないってなった瞬間に元々僕の打ち方ってその身長反射っていう。その筋肉のこう。伸び縮みを反射の力を結構使うので扱ってたので、なんか？それによって反射を使わないっていうのは怖くなって。 ゆっくり振るときに反射が出るとばらつくし、反射を使わなかったらいつもと打ち方変わるしなって、結構バグったときもありますね。ちょっとそう、ラリーが、あの、ラリー、あの、普通のストロークラリーは怖くないですけど、相手の方がボレーで、お客さんボレーで、僕がストロークで、お客さんが打ちやすいようにストロークコントロールしようと思ったときに、うわ、なんかやばいってなったときがありました、ね。っていうのを今思い出しました。はい。とにかくあの、手先、手先の動きと、 あの、身長反射を減らしても打てる動きっていうのを、ベースにできればいいと思ってます。じゃあ次、昨日のスキラジについたコメントで、ね、えー、松本さんから、決勝戦、吉田伊織 VS 佐藤昌吾、ヤルさん見ましたかエルさんの率直なコメントを聞きたい、聞きいですことで。えっ、ー、とですね、これ、あの、結果だけ見ましたね。あ、結果と、本当2、3分ぐらいしか見てないんですけど、あの、吉田伊織くんが60、60勝ってましたね。 びっくりしました。そんなに、あの、開くとは思わなかったです。あの、佐藤さんと吉田さんの YouTube っていうのは僕はその毎回見てるわけじゃないんですけど、あの、吉田さんの最近見た動画で思ったのが、前より丁寧になったなっていう印象だったんですよね。前はなんかこう、ひたすらがむしゃらに全力で振って、全力で振ってもコートに入るようにスピン量は上げてた感じだったんですけど、あの、割とどっちかたら100%だったのが、 ほんと60%、50%ぐらい丁寧にやってるような印象だったんで。で、佐藤さんとの試合でも、なんかそれが見えたんですよね。その、佐藤さんのボールって基本的にこう、緩めのボールで深く、高く打ったりスライス打ったりとかで、あの、しようとしてると思うんですけど、吉田さんがそれに対して、なんていうかな、まあ、無理しないというか、まあ、チャンスが来るまで後ろでて丁寧に我慢して、佐藤さんのボールが甘くなったら、しっかりこう決めるとこが決めるよねっていうところの、まあ、プレイしてたなと思って。 まあ、ちょ、6060って、その、展開自体見てないので、ちょっとなんとも言えないですけど、まあ、ただね、実際にあの、じゃあ6060 60だったから、だったから、吉田洋美さんがそんだけの差があるのかっていうとそういうわけじゃなくて、例えば僕もあの、クルメーオープンでこの前、その、06で負けましたけど、あれって僕めちゃくちゃ緊張したんですよね。その、なんで緊張したかっていうと、その、彼には僕は勝てると思ってて、だいたい勝率も上だったので、勝てると思ってた。どうやら得意だったっていう相手だったんだけど、 応援の人が来てくれて、緊張して、力出せなかったみたいな。まあそういうのがあったんですけど、まあそれこそ、まあその吉田さん、佐藤さんの、なんかね、あの応援が160人超えぐらいだったんですけど、あのー、そんな中のプレッシャーっていうのは、まあプレッシャーを、なんていうかな、多分吉田さんは力に変えたと思うんですよね。佐藤さんがどうかちょっとわかんないんですけど、あの、もしかしたらその佐藤さんはその観客によって、 力が半減した可能性もあるし、まあ単純に調子悪かったっていう、あの、可能性もあるかもしれないですけど、そういうこともあるよねっていうのはテニスなんで。だから、あの、あれですよね。それこそあの、まあお二人のすごいところって、僕もすごいひしひし感じてるのは、あんだけチャンネル登録者がいて、応援してくれる人がいっぱいいて、そんな中で結果出していくってどんだけすごいんだろうみたいな。で考えたときに、ああ、フェデラー選手が本当にすごいんだな、みたいな。チョコビッチ選手もそうですよね。 絶対勝つやろみたいに言われてて、本当に勝つみたいな。いや、だから強靭なメンタルですよね。まあでもそこを乗り越えないといけないっていうのが、うん、そうですね。あの、大事なところなのであ。今回は、あの、佐藤さんが負けちゃったかもしれないですけど、次は頑張ってほしいなっていう感じですね。じゃ次、松本さんから。えー、佐藤省吾さんチャンネル面白いですね。えー、さ佐藤翔吾さんと川上林平プロの コラボ企画で、3セットマッチ、佐藤さんは1試合、1セット目はいつものシコラ戦術、2セット目はバコラ戦術、どちらが戦いづらかったですかと質問。川上プロはどちらかというとファーストセットを、1セット目ですかね。理由は、日本人は外国人に比べると高い打点を強く打つ筋力が弱い人が多いので、前後は、えー、不得意と言われていました。テニスはたくさんの引き出しを持ち、え詰、ー、め将棋のようにプレイすることは私の理想ですよね。 そうですね。あのー、例えば、その、じゃあ、佐藤さんのシコラー戦術とバコラー戦術があるとして、あの、佐藤さんって僕よりも、まあ、身長は低い、んちょっと低いかな。で、体重も多分、体重長はわかんないですけど、多分軽いと思うんですよね。体重軽いし、筋力はどうなんだろう。まあ、筋トレしてるんで、まあ、筋力は例えば僕と一緒ぐらいだとしても、結局、その、じゃあ、例えば180とか、その、筋力がある人、佐藤さんだったり僕だったりの、 全力で打つボールと、本当に体格だったり、体重、筋力がある人のボールってあの、どうしても差が出るんですよね。差が出るというか、あのー、例えば身長が高くて、あのー、強いボールを打てる人がいるとして、でその人の100%と、じゃ佐藤さんだったり、僕だったりの100%って、まず違うと思うんですよね。で、僕らが100%でやったところで、 そのパーがある人からすると50、50%みたいな感じになると100、100%で頑張って失敗してて、こっちは50%でやっても失敗しないってなったら絶対差が出るんで、それだったら100%でミスらない。逆に、のそ,のその人の中の50%とかで、この人よりも強くはもうどうせあの追いつけないんで、追いつけないなら違うところでカバーしないといけないよねっていう感じなんで。うん。シコラーって言うと、 ただ変え、まん、あの、なくただ変えすだけって感じ、感じに思われる感じですけど、頭脳系シコラーになってほしいのが、あの、ま、あ僕の考えっていう感じですね。まあ、そういうこと、佐藤さんがそういう感じじゃないかな。はい。あの、あれみたいなの、テニスの王様の、犬みたいな。ま、あ乾シコラーじゃない感じですけど、はい。頭脳テニスみたいな、そんな感じになればいいんじゃないかなと思います。じゃ次、えっと、ちゃん、あおちゃんさんね。あおちゃんさんから、えー、なぜ今、 目指しているフォームが有効なのかを体に優しいだから怪我しにくい美しいのはもちろん、えー、試合での有効性という視点からも、えー、試合して生かしていらっしゃることで説得力を持って、えー、説明できるところに平子寺だけのユニークセールスポイント、えー、独自の強みがあると思います、えー、もっともっと多くの人に参考にしてもらいたいチャンネルだと思いますということではいそう言っていった依頼でありますとにかくねなんかなん、まあ例えばその僕がじゃあ打ち方を考える上でも お客さんに伝える上でも、なんか意味はないんだけど、とりあえずいいからやってみてって言われたら、いやいや、嫌だな、嫌だなと思うと思うんで、まあこの動きにはこういう意味があるんだよっていうのを踏まえた上で。で、その、いつも言うように、A と B っていう比較があるとしたら、A の方がこれが優れてる。わかんないですよ。じゃ A の方がパワーがある。でも B の方がコントロールあるってなった時に、僕はコントロールを主張したいときは B の方がいいじゃあパ,パワーを主張したいときは A の方がいいよねみたいな。 その状況によって、伝えたいことによって、変わっていくので、はい、そこがブレちゃうと、なんか何を言ってるか分からないと思うので、まあ、僕はもう、これはこれってもう決めてしまった方があのいいと思ってます。ぜひあの、ご紹介いただければと思います。じゃ次、黒い空さんから。あれまだ誰も来てないということで。はいあの。この時はまだ来てなかったんですけど、はい、その後はあの、皆さん来ていただいたので、えー、っと黒い空さんもまたあのコメントいただければと思います。じゃあ、えー、っとですね。 試合で使えるフォアボレーはこれっていう動画についてコメントで。RKY2011 さんから、えー、動き解説動画では、えー、先発の久保さんあ、久保田テニス教室さんと似た打ち方ですが、独自の解説も無事に見られ、えー5あ、後発なのに、パクリ感が全くないですね。とても気に入りました。これからも楽しみにしていますので、はい。僕はあの、もっと、もっといい意味があるよって言いたいというか、あの、 なんていうかな、まあまあ、あの、僕もその、なんですね、まあ単純に、ただ普通に、マクワさんの見て、あ、これめっちゃいいな、真似しようってなってるよりは、本当にその、なんすかね、真の意味で、これは、なくしちゃダメだというか、うん、これ以上ない、まあ僕が求めているテニスに対して、これ以上ない理論だなと思って参考にして、で、僕はやっていく中で、 もっとこう、こういう言い方はないかなと、こういう言い方の方がいいんじゃないのかなとか、うん、試合で、まあ、結ガその打ち方は大事なのはわかるけど、試合で使えないとダメなんで、試合では、こういう場面では、こういう風に使えるよっていう、まあ、そういう風な解説で、やっていこうと思って、やってるんですね。はい。そんな感じで、あの、参考にしていただきると思います。じゃあ、えっと、タイバコラ、9割の時はこれで勝てるっていうあの動画についてコメントで、ヘテロヘテロさんから、テニスって自分が思ってるよりも、ずっと深いスポーツなんだなと感じました。ということで。 そうですね、テニスってあの深いですよね、めちゃめちゃ深い。なんだろうな。なんか何が深いっていうと難しいですよね。まあ、結局、そのまず1人で1対1でやらないといけないっていうのと、試合の時間がそもそも長い。でコートは広いし、ボールが特殊ですよね。普通、なんか卓球とかバドミントンって割と初心者でもすぐラリーができたりすることもあるかもしれないですけど、テニスってまず難しい。あんな硬くて跳ねるボールで打つって、まずそもそも。 その中で、その、じゃあ、強いボールを打てれば勝てるとか、ただ返すだけで勝てるとか、そういうわけじゃなくて、いろんなことが複合して、勝てるようになるっていうか、そこが、まあ、面白いですよね。僕もともサッカーが好きでサッカーやってたんですけど、サッカーももちろん深いと思うんですけど、僕は団体スポーツよりも個人でやりたいなその、まあ、軟式テニスやってる時もダブルスじゃなくてシングルしたいなと思って、その、自分一人で、 考えてやりたいなーっと思ったときに、やっぱテニスっていうスポーツは面白いですよね。なん、なんて言うかな。もちろんその身長とか、身長に結構左右され,されるスポーツでもあるし、やっぱ体格がいいとか筋力ある人の方がいいとは思うんですけど、だからってそれがあれば勝てるわけではないですよね。それじゃなくても勝てるっていうのがまた面白いですよね。もしこれがあの、サーブが、 一番速い人の勝ちいとか言われたら、もう多分僕はすぐ挫折してると思うんですけど、サーブが遅くても、ボールが遅くても、あのー、いいよねとか。その中でさらに、打ち方まで考えて、なんでそういう打ち方がいいのか。前はその打ち方ってそんな考えてなくて、まあ、どんな打ち方だとしても、その人がそこを狙えるんだったら、勝てるんだったらいいんじゃないと思ってたんですけど、でもよくよく考えたら、その、例えば僕も前の打ち方で全然困ってはなかった。 その最初困ってなかったんですけど、確かによく考えたらクロス打ちにくいなとか、いや、クロス打ちやすいけど、ショートクロス狙えないだとか、狙えないコースがあったんですよね。そういうのとかを、なんとなくは思ってたけど、まあ、本当の意味理解してなかったので、今はもう全部説明できるんですよね。なんでこれがダメなのか、こっちの方がいいのかって説明できるんですけど、うんだからテニスコ師ってすごく面白い仕事だなぁと思うんですよね。その 学生の時にバンバンテニスやってて上手くなった人って多分こういうことを考えない人が多いと思うね。上手いけど何が上手いのかっていうのを具体的に言語化できる状態というか。はい。まあそんな感じで考えてます。はい。もちょっとちょっと長くなったんですけど。はい。もう今が、あのー、仕事なんで頑張ります。けどね。そんな感じで、えっ、ー、と、今回の動画終わります。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。